ここんににちは YouTube を簡単に使いいなしていますか前回はスマートフォン、Android 端末で動画を編集して YouTube に投稿する方法についてお話をしました今回は、ね、iOS、iPhone の iMovie を使って動画を編集して YouTube に投稿する方法についてお話をしたいと思います iMovie を起動します。 はい、え、プロジェクト、プロジェクトを作成のページが開きました。え、プラスマーク、え、タップします。はい、え、新規プロジェクトの上の方、え、ムービーをタップします。はい、ここでね、え、編集したい動画をね、選択します。え、今日ね、河川敷で撮ったこの動画、え、選択しました。はい、え、下の方の、え、ムービーを作成、タップします。 はい。ここでね、ムービーの操作画面に切り替わりました。真ん中に白いラインがあるんですけれど、これね、指持ってきて、ずっと左から右に移動すると、これタイムラインなんですね。移動します。で、先頭に持っていきたいと思います。はい。そしてね、これもうすでに5本動画投稿されているんですけれど、Android と同じように、えー 私はね、動画の撮り始めと撮り終わり、ちょっとね、手ブれしている可能性もあるので、ちょっと長めにね、撮ってます。ですんで、各動画の始めと終わり、ちょっとね、カットしたいと思います。はい、この動画、タップします。えそうしますと、黄色く、なんか、あ、 はい。すみません。もう一回タップしますえ。黄色くなりますね。えー、枠つきます。そのえ左側の方が、ちょっと黄色い太い枠がありますね。え、下の方、アイコンが出ました。今、ハサミマークに、まあ、白いスポットが当たってますんで、このね、えっ、ー、と、白いラインの、えー、とこにある、えー、太い黄色の枠。そこにマウス、指を持っていって、右にドラッグします。はい。そうしますと、えー、少しね、えー、移動しましたをね、 これで、はじめの方の、ね、何秒かをね、えー、カットすることができました。同じように動画の終わりに持ってきて、はい、えー、ここギリギリまで持ってきましょうか。はい、タップします。そして、黄色い太,の太い線をね、指持ってきて、左の方にずっとずらして、 何秒か、えー、カットしました同じようにえ次の動画もタップしてえ黄色い太い線の上に指持ってきて右の方にドラッグしますはいで終わりの方もねこの作業を、えー、全部繰り返して行いますよいしょでここもタップしてはいちょっとこうとカットしましょうで終わりの方もね、はい、タップして、えー、ずーっとカット はい、これも、えー、よいしょ、このぐらいでいいかな。で、終わりの方も、よいしょ、よいしょ。で、最後の動画、ここもね、ずーっと、ほんとね、ほんと何秒かなんですけれど、まあの、これで作業をね、行っております。はい、これで、えー、ね、始まりと終わり、ちょっとカットすることができました。 はい、次なんですけれど、これね、あの、前回ご紹介したアンドロイド端末の動画編集と同じで、ここ、シーンとシーンの切り替わり目があります。そこの真ん中になんか白いボタンがありますよね。ここタップします。そうしますと、もうね、すでにディゾルブというトランジションが設定されてます。 ディゾルブだったらどうなるのかというと、はい、上の再生ボタンタップします。はい、こんな感じでシーンが切り替わりますね。で他のやつ、例えばスライドタップします。スライドではどう変わるのかな。あ、なるほど。そんな風にスライドするんですね。はい。だ今度はここの、ここもね、ちょっと設定しましょうか。今度はワイプ選びましょう。 ワイプではどうなるのかなはい、行きましょう。あ、こんな感じになるんですね。はい。そしたら、ここ。今度はね、フェードにしましょう。フェードにしちゃうとどうかなあ、黒になるんですね、一回ね。はい。で、最後の方は、もうディゾルブでいいかなこのまんま。はい。という風にして、 え、シーンとシーンの切り替わり、トランジションを設定することができます。はい、これ一番先頭に行きましょうか。そして、動画のタイトルなんですけれど、タイトルを追加したい。今、動画をタップして、また黄色い惑星が出ました。その一番下に T って書いてますね。この T をタップします。そうしますと、タイトルのいろんな種類があります。 え、どれにしようかな。なんか、ラインタイトルってあるんで、かっこいいな。ラインタイトル選びます。はい。そうしますと、上の方にね、タイトルを入力って書いてますね。タイトル入力しましょうか。上の方は、何にしようかな。えーっと、2020年、え、1月、 今日は23日にしましょう。で、下の方に、えー、およど川の河川期で、あ、これタイトル入力のところがおかしくなったんで、これ、これ消しましょうか。はい、こんな感じで完了はえ、い、そうしますと、これできましたね、タイトルね。 はい、これ、オッケーなのかなはい、こんな感じでタイトルが入りました。もう一回、再生。あ、面白い、かっこいい。こんな感じでタイトルが入りました。はい、いいですね。はい、いいと思います。ただ、タイトル長いですよね。長いんで、これ、切った方がいいのかな と、長いんで、えー、カットしましょうか。えー、っと、まあ、この付近で、えー、カットしたいんで、ハサミのマーク持ってきて、えー、この分割選びます。そして、ここをね、分割したんで、ここのタイトルは、もうこれ、タイトル入れませんよね、これね。あ、タイトル消えたのかな、これで。一回戻りましょうか。はい、これで再生します。はい、タイトルが入りました。 あ、消えましたね。カットすることによって、えー、タイトルもそこまでということになったんですね。はい、えー、これ、えー、便利多いかと思います。はい、あとはこんな感じですね。はい、いいですね。そして、いろんな効果なんですが、えー、右下の歯車のマーク、えー、でなくて、この効果は、えっ、ー、と、どうしようかな。ここ、この、えー、違う動画にしましょうか。この動画、タップします。 はい、えー、そうしますと、えー、t って書いてるテキストの、えー、右側になんか、えー、3つの輪がありますね。そこタップします、えー。そうしますと、えー、ウエスタンサイレントダブルトーンとかドリーミートがヴィンテージなんかあるね。ヴィンテージにしようか。はい、あなんかヴィンテージ風な、はい、色合いに変わりましたね。あ、これいいですね。はい、このヴィンテージにしましょうか。 他のののももちょょっと味わいのあるものに切り替えましょう動画をタップして、えー、これはサイレントにしましょうかはいそうしますとモノクロのこういった、えー、サイレント映画風の、えー、効果に映像効果に切り替わりましたいいですね面白いですはいというふうにして、えー、動画を、えー、タップしてここでえっ、ー、とね、えー ウエスタンとか、ヴィンテージ、ブラスト、ブルー、ブロックバスター、迷彩とかいう、えー、映像効果をね、えー、試すことができます。はい。そしてね、今度はね、どれにしようかな。まあ、一番最後の動画。これ、えー、何秒間かぐらい。これ、結構長いのかな。えー、ちょっとね、ここ、分割しましょうか。ハサミタップして、分割して、 でここだけ、この分割した動画だけに、このハサミの横になんかレベルメーターみたいなものがありますよね。そこタップします。えー、これはね、えっ、ー、と、スローモーションとか2倍速とか何倍速かに、えー、設定できるんですねで。これいっぱいあるとこれ、えー、2倍速になっちゃう。これやってみましょうか。はい、ここから来て、 なんか2倍速,速速くなるんですね。ちょっと分かりにくいですね。はい。すいません。えっと、ちょっとね、2倍速になっちゃった。今度は逆に、えハサミで分割して、ここ、今2倍速にしたけど、これこの遅くするっていうのができます。今これ1倍なんで、これずっと下げると、ほら、伸びますよね。ずっと伸びましたよね、これ。 長くなりました。ちょっと伸ばしすぎ。今、6分の1になったんで、3分の1ぐらいにしましょうか。はい。それで再生すると、まあ、これが、わかりにくいんですが、2倍速。で、これが3分の1倍速で、スロー再生になっていると。はい。で、ここで元に戻るという感じでね、あの、動画の速さ、速度を、 ま、この、えレベルメーターみたいなもので、え修正変更することができます。そして、えここをタップします。その、えレベルメーターの右側にある、えスピーカーマークをタップすると、ここで、え量をね、調整することができます。結構風が強いので、え風の音が入ってるんでね、これ、音量をね、ずっと下げるということもできます。はい。ちょっと音が聞こえませんけれどね。 はい、ここここでで音量調整を行うことができます、はい、こんな感じで、えー、iMovie で編集することができるんですけれどそれ以外にもね、えー、右下の歯車のマークをタップします、えー、そうしますと、えー、プロジェクトの設定ということでプロジェクトフィルター上の方にありますそしてテーマというのがありますね、えー、その下にテーマサウンドトラックというのがあるんですがこれオンにしましょうか で黒からフェードインっていうのもオンにしようえ。黒へフェードアウトもオンにしてみましょう。で、テーマサウンドトラックっていうのがあるんでね、ここのえテーマがいく,ないくつかあるんで、まあ、テーマ、えー、例えば明るいを設定してみましょうか。はい。そして完了ボタンをタップします。はい。そうしますと、えブライトって書いてます。明るいって選んだので、英語でブライトで書いてますね。ここタップします。 はい。そうしますと、えー、ブライト、ちょっと明るい調子での、はい、動画、なってますね。ちょっと、あの、今日天気分かったので、もともと外が明るいんで、そんなに、えー、違いはないのかなと思うんですけれど、まあ、このようなね、テーマを、えー、設定することができます。まあ、変更するときには、えー、歯車マークタップして、えっ、ー、と、明るいとか分かりにくいんで、じゃあ今度はね、何しようかな、愉快愉快って何だろう 愉快タップします。で、これえ、初めに持ってきて、ここ、愉快を設定したんですけれど、これ、どうなるんだろう。ん何が愉快なのかということなんですけれどね、はい。ちょっとあまり変わってないのかな。よいしょ。はい、これタイトルとかでね、はい。ここはいいのかな。はい。ということで、 えー、テーマに沿ったプロジェクト、えー、設定も行うことができるということでございます、えー、試してみてくださいはいこんな感じでね、えー、1分足らずの動画なんですけれど、えー、編集することができました、えー、これね終わる場合には、えー、完了ボタンをタップします はい。そうしますと、マイムービーって書いてますね。1分4秒。この真ん中の編集ボタンをタップすると、またの編集する画面に戻ります。はい。完了をタップします。はい。そして、この再生ボタンを押すと、再生することができるんですけど、ちょっと画面がね、横向きになりますんで、今回は再生しません。はい。で、真ん中のボタンをタップします。ここをタップすると、 どうしますかということで、えー、ビデオを保存、えー、タップしましょうか。はい。そうしますと、えー、書き出しサイズを選択ってなってますね。今回ね、ちょっと 4K でやっちゃったんで、4K でと書き出しをやってみたいと思います。一番下、4K タップしますで、ね。時間がね、かかるんで、少し、えー、様子を見たいと思います。 はい、えー、このムービーはフォトライブラリーに書き出されましたと入ってました。はい、OK、タップします。はい、じ実際にね、えー、再生してみたいと思います。まあ、この画面がね、プロジェクト戻って、はい、もうこれ終了して構いません。はい、ちょっとね、再生してみたいと思います。写真をタップします。えー、先ほどの動画、タップします。 あ、問題ないですね、映像は。音は入ってるかなはい、えー、音もね、えー、問題ないと思います。大丈夫ですね。はい、ではこれをね、えー、YouTube の方に、えー、投稿したいと思いまーす。YouTube アプリを起動します。 はい。そして、アイコンのマーク、右上にありますね。えー、その、隣の隣、ビデオカメラマークを、えー、タップします。はい。そして、えー、このね、1分03秒の動画、えー、2段目の右端になります。これをタップします。はい。これですね。はい。問題ないと思います。これ止めます。はい。そしてね、えー、次へに行きます。はい。で、ここでね、タイトル入力します。 まあさっきと同じように、大淀川の河川敷にて、今度はこれ4番目です。結構いっぱい撮ったんでね、で説明もえつけときます。大淀川の河川敷で、 えー、撮影しました。また後でこれ修正したいと思います。はい、えー、プライバシー設定は、え、限定公開設定とか、これタップすると、えー、公開、えー、非公開もできますが、えー、とりあえず限定公開設定にしておきます。はい。そして場所はこれいいと思います。はい。で、この状況で、はい、アップロードタップします。 はい。これで動画をアップロードしてます。と表示が出ました、えー。しばらく様子を見たいと思います。はい。画面変わりました。これ、えー、再読み込みしましょうか。はい。まだ表示されていませんね。今、処理を行っているのではないかなと思います。しばらく様子を見たいと思います。 はい、えー、表示されましたね。大江川の河川敷にてイオンというタイトルでございます。はい、これ、えー、タップします。はい、えー、そうしますと出てくるかなー時間かか、あ、出てきた。あ、出てきましたね。はい、えー、特に、えー、問題ないと思います。はい、えー、YouTube への投稿完了しました。OK です。 今回は iOS、iPhone の動画編集アプリ iMovie を使って複数の動画を編集して YouTube にアップロード投稿する方法についてお話をしました。それでは今回はこの件で失礼します。